人材版令和の虎、はい、この虎の会社に行きたいっていう社長さん、ちなみに今イメージあります？そうですね、そう、一応あの虎の皆様の、はい、どの虎の方がいらっしゃるかっていうのはちょっとわからなかったんですけども、あの一応虎の皆様のお仕事はちょっと確認させていただきまして、うんうん、はい、で私がそのもしあの採用になった場合に、あと働ける環境というか、その私が活躍できるところは、そうです、ちょっと榊原社長のところではあの多分私はもう必要のない人材ではないかな。遠回しに振られちゃいましたね今。弾かれた。全く、はい、それは、はい、株式会社エモルバ代表榊原誠一、 SNS マーケティングのプロフェッショナル集団を経営、ベンチャー企業から地方自治体国まで網羅する顧客実績を有し、自ら50万人超えのフォロワーを持つインフルエンサーとして君臨。SNS からの入社希望者は1万2000人超え、業界を牽引するパイオニア社長、唯一無二の個性を求める。そうです、はい、それは、はい、業界的にっていうところ、それとも私の人柄とかその会社の人柄とかですか？前回の人柄ですよ。前回の人柄ですよ。人柄に決まってるじゃないですか。だって今までずっと人柄の話しかしてないんだから。ね、人柄の話しかしてないんですから。でも、SNS はダメっていうことですか？いや、なんか全くやったことがないので、それをその、榊原社長の会社の方が一から教えるとなると、そんな人だと若い人がいいのかな。いや、話聞いてました。先ほど榊原さんのところで、活躍されてる方が42歳から採用されて、はい、一番その方は SNS 未経験です。そう、ただ未経験なんです、ね、SNS でちょっと今大事な部分っていうのは、もちろん SNS の知識はやっぱりそれこそ Z 世代とか若年層、はい、25ぐらいの子の方が一番感性はあるんですけど、はい、やっぱりビジネスマナーだったりだとかビジネススキルっていうのはやっぱないんですね、はい、なのでその42とかの方は全体のこのマネージメントやったりだとか育成だったりだとか管理業務とかめちゃめちゃやってくれているんですね、はい、そういった部分でいうと別に SNS の知識は後付けすればいいものなんですね。で業界でも新しいものなので、はい、別に今からつけていったらつけれるものでもありますし、あとは普段 SNS を使うとかってやれば、まあ、別にできるじゃできるっていうところは一旦補足はしておきます。わかりました。それはそうですね、はい、補足しとかないとね。ちなみに先ほど榊原さんが、はい、なぜこれに出てきたのか、人材版にね、はい、っていうのが、まあ、なんかふわっとされてるんで、だったら普通に就活すればいいじゃん、うん、でもね、もしここのどこかの虎の社長のところで働きたいんだっていうんだったら人材版に来る意味はあるじゃないですか、はい、でも先ほどの答えだと、はい、先ほどさんのところに行きたくない、こうやってネガティブなワードなんで、むしろそのこの社長のところに行きたいっていう意見をもう一度質問させてもらっていいですか？ちょっとネガティブじゃないです。SNS がただ業界的に違うとか別にネガティブなことじゃない。坂井村さんじゃなくて業界がね、業界が、すいません、すいません、勘違いしました。選択肢としてっていう。まあいいですか、大丈夫です。いやでも先ほど言ってた、もう最初冒頭に言ってたネガティブな方の言い過ぎだっていうのがあって、ちょっともうポジティブに、はい、こういう会社の社長でこういうことしたいんだっていう意見もちょっと聞きたいんですよ、うん、そうですね、そっちで回答してもらえますか？わかりました、はい、そうですね、まあ、正直なところ、はい、その、まあ、派遣で、まあ、仕事、はい、まあ、基本満期になってもすぐに紹介してくれて、現時点ではまあ空いてはないんですよ、仕事は空いてなくて紹介はしてくれますし、まあ、こちらとしてもそのまま派遣で働いてもよかったとは思ってるんですけれども、うん、ただこちら その動画をもう21人目の方まで見させていただいて、ね、そういろんな方がいらっしゃったので、プラスその、まあ、早く答え欲しい。プラスあの、まあ、あの お会いしたかったっていうのもあります、はい、社長様が。あ、会いたかったんだここに来て。みんなに。そうです、お会いしたかった。なるほどね、はい、答えもらえずですか？すみません、答えといたします、はい、答えが会いたかった。今はまだね、あの彼女が虎顔を吟味してるんです。そうなんです。そうなんです。ごめんなさい、すいません。なるほど。まだ答えれるんじゃないですね。誰に会えて一番嬉しかったやつか、この 6人。そうですね、皆さんに会えて嬉しかったんですけれども、はい、野口社長は本当ですか？その別の動画でちょっと見させていただいてて、はいはい、ネオね、ネオ。あ、そうです、はい、なんかすごいなと思って。やった。あの採用で。それ500万ですよ、年収。あ、全然、ね、ごめんなさい。しかもこれ、実は野口さんが一番
合ってるんですよね。IT ですよ。事業所の場所とかね。場所はそうですね。そうですね。はい、あといろんな職種が必要じゃないですか。はい、SNS がダメって言われたら IT もね。さっきの全部見てきたっていうのはすごくまあ元々好きだったかもしれないで真面目とはまた別かもしれないですけど、逆に見てきたのであれば、はい、こうなることの想定もできたと思う。そうなんです。想定。だから想定通りなんですよ。今想定通りに進んでるんですよ。っていうことですか。この状況は今理想形ですか。いや理想形じゃなくて、いろいろ考えて。もうちょっとどうなるはずだったんですか。もうちょっと普通になる、普通っていうか、なんかその形の方でもしかしたらこう自分の発することをこう台本というか何かこう決めてたりもする気もしていて、こういうこと言おうとかって、うん、か下手したら一時期決めてる可能性もあるなと思ってはいたんですけど、もしあるのであればもうそれを言って一回いただきたいです。そこからまた深掘りしないと今の段階だとあまりにもちょっと抽象論的すぎてしまって話が多分進まない状況になっているんですね。はい、手元のメモとかは大丈夫ですか。あ、メモあるんですね。メモはその先ほどあの控え室の方で記載しているんですけれども、ただ自分が書いてきたメモを忘れてきてしまう。忘れてきたんだ。あのでもであれば用意はしたってことですね。そうです、一応させていただいて。それも分かる範囲でもう言っていただける。アピール、今できてない、今日これは言いたいってアピールしたいことを言ってください。まあ、電話営業が、はい、まあ、基本的にはできると思っております。なるほど。まあ、それはでかいね。この人材版ずっとご覧になってくださっていたならわかると思うんですけど、はい、まあ、正直入ってきた瞬間やべえやつ来たなっていう方も、まあ、何かいらっしゃった中で、はい、おそらく私含めて虎の皆さん、お、今日ちょっとこれ当たりなんじゃないっていう感覚は得ていたと思うんですよ、はい、でも私ここまでお話ししてきて、はい、ちょっと雲行き怪しくなってきたかなと思っているのは、はい、先ほど社長の皆さんからの質問に、はい、あまりクリアに答えられていない、はい、質問の意図をきちんと捉えられていないことが多いんですよね、はい、先ほど、強みは何ですかと聞かれた時に個性の強い人の間に入って緩衝材になれます、はい、それ具体的にどうやるんですかって、つまり皆さんは再現性があるかどうかを聞きたかったと思うんですよ、はい、それ今の職場ではできてるけど、それじゃあうちの職場に来てくれてもそれできるの、できるとしたら私はこういうやり方をやってるから緩衝材になれるんですっていうノウハウを持ってるのかっていうのをお聞きしたくて、はいはい、もう一回深掘りの質問をしたんですけど、はい、それに対して玉木さんは食品結構覚えなきゃいけないことがあってとか全然違う答えをされてたんで、はい、ちょっとこう質問の意図をきちんと捉えるっていう力が弱いのか、あまりに緊張しすぎてしまってテンパって今会話ができてないのか、どっちなんですかね。テンパっているのは確かでして、うんうんうん、まあ、質問の意図も、うん、質問していることを、うん、まあ、ゆっくり自分の中で解釈して、うん、通常であれば答えないといけないんですけれども、うん、大変緊張しておりますので、うん、どこひょんな答えになってしまったんだと思います、うんうんうん、つまりちょっと今はトンチンカンな答えになっちゃってる場面もあるけど通常はそうではないよっていうことですかね。通常は普通だと思います、うんうんうん、普通です、うんうんうん、普段その、まあ、食品メーカーさん の、 その、はい、まあ、テレコール業務してる時ってクレームみたいな電話も受けたりするんですか。ほぼクレームです。でそれに対して、はい、きちんとお答えして最終的にはお客様のそのクレームを納めているんですよね。そうです、基本的にはお申し出っていう形で受け付けさせていただいて、うん、で、まあ、お手紙を作ってお出しするっていうのが、まあ、ここ、まあ、特技のところにもどんなネガティブなことも笑顔でポジティブに面白く話題にしますって書いてるじゃないですか、はい、まあ、今回ちょっと、まあ、虎と思うから緊張するかもしれないんで榊原さんがクレーマーだと思っていただいたらもしかしたら普段のちょっとなんか皆さん今日私のブランディングをなんか下げようっていう今あえて榊原さんにしたところに悪意を感じるよね。悪意でしたね私も全く同じこと言おうと思ってたんで正直このまんまだと採用されないですよ。いや分かんないですよクレーマー来ました、クレーマー来ましたよですし、これじゃあさすがに他のところの会社さん、まあ、一旦その緊張はちょっと一回起きますもうこの状況なので、はい、この状態だと他の面談を受けても本当に受からないと思いますこれじゃあ、はい、まだ一つもその先ほどのご自身でもおっしゃっていた年齢に対するこうデメリット部分というか弱みっていうところを、まあ、を強みに返す何かっていうところが今正直1ミリも見えてないっていうところです、はい、なんとなくこう自分が今働いている場所にいて、まあ、そこも続けているかもだけどでも
契約満了で終わってしまっているので、これもさっきのお話の質問の時って本当はもらいたかったのって継続してたらめちゃめちゃ良かったじゃないですか。なので途中で終わってないにしても、ただ契約満了で終わったっていうことはそれ以上でも以下でもなかったっていうことなんですよね。違い、あ、そこは違う、あ、まあまあ違うかもしれないですけど、でもその印象を今あの得てしまっているので、まあそれはもしかしたら違うかもしれない。それはまあ一旦まあじゃあ大丈夫なんですけども、ただそこはそうだとしてもプラスの要素はまだ全くないんですね。まあプラスがないというよりはプラマイゼロというか、はい、マイナスもプラスも見えない状態なんですね今。なんで悪いところがあればもっとむしろ悪いところ見たいですし、いいところがあるのであればいいところ見たいっていうところが、はい、もうふわっとしすぎて抽象論すぎてしまってわからないっていうところです。そうですね、そうしましたら、この21人いらっしゃった中でいろんな方がいらっしゃったと思うんですけれども、その中で普通の人が来てもいいのかなと思いましたので応募いたしましたっていう感じ。結論として普通の人ってことでいいですか？普通の人っていうことでよろしいです。なるほど、はい。一番の強みであるテレアポのところなんですけど、はい、もし差し支えなければ榊原さんとちょっと ロープレーなんかロープレー、はい、はい、ちょっとロープレー見てもらあ見せてもらいたいんですけど、今日榊原会だな。そうですね。すねまあけどまあクレーム対応というより逆にじゃあ発信業務をされていらっしゃったんですよね。今はクレーム対応なんですけど、はい、どちらの方が得意ですか？受信か発信かだったら。あ、でも受信は今見たんで、こう、はい、今度セールスが見たいですよね。営業してほしい。営業しましょうか。営業しましょう。何でもいいです。得意な商品を何か。そうですね。何がお好きですか？私は、まあ、趣味でとアニメ鑑賞。そうなんですか？私はアニメ大好き。あ、エヴァだ。限定のレアなアニメキャラクターを扱っている会社さんで通販。なあ、テレマーケティングでたまたまお客さんにかけたら榊原さんにつながったっていう状況でやってもらっていいですか？アニメグッズ、アニメグッズを扱ってる会社さんがテレマで売ってるってありえない状況なんですけども、はい、どうぞお願いします。プルルルルそこかでもつながった状態って言ってますね。榊原様の携帯電話でよろしいでしょうか？はい、さようでございます。はい、1,2 分ほどお時間いただきたいんですがよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。今回ですねちょっとご連絡させていただきましたのが、あ、すいません、ちょっと一回ちょっと止めさせていただきます。はいはい、ちなみに私テレアポの実際営業が行くまでのアポを取 る、ね、その仕事の人多いですからね、はい、世の中にということでございます。はい、プルルルル戻るんですね。続きで大丈夫です。はい、はい、エモルバ榊原です。榊原様の携帯電話でよろしいでしょうか？はい、1,2 分ほど時間いただきたいんですがよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、私今回ですね、何会社でございますか？何でもいいです、はい、何でもいいです。株式会社榊原で、はい、株式会社榊原。そこまたプルルルから言ってほしいね。ありがとうございます。そうなんですよ、また言うんかいって言う。すいません。いや、いいです、いいです、冗談です。株式会社榊原の玉木と申しますけれども、今回ご提案させていただきたく、ご連絡させていただいてるんですけれども、 1,2,3、はい、分だけお時間いただきたくご連絡させていただきました。はい、はい、実はですね、アニメグッズを販売と、いろいろなものを仕入れなどをしておりまして、お時間いただければ 2,3 分だけ営業がその近くにおりますので、お伺いさせていただ、ご挨拶だけさせていただきたくご連絡させていただいております。もしよろしければ今週でお日にちですね、 2,3 分で結構でございますので、空いている日ちょっと教えていただければなと思ってご連絡させていただきました。特にアニメグッズが今欲しいわけでもないですし、時間もないんで大丈夫です。あ、そうですか。アニメグッズが欲しくなくても、皆さんちょっとご挨拶だけでも名刺だけでも置かせていただければなと思って、それはちょっと私の時間がないので大丈夫でございます。あ、であその駅に行くまでの間でもちょっと名刺だけでもお渡しできればなと思います。であれば会社にのメール、全体メールに出していただいてよろしいですか？そうですね、直接実際お会いさせていただければなと思うんですけれども、はい、直接は今の段階だと特に会う理由がないかなと思いますの で私も時間がないので、はい、特に大丈夫なので、もし必要であれば、はい、全体の会社のメールに
内容いただければと思います、はい、会社のメールにメールもさせていただきますが、外出する際にちょ少しだけご挨拶だけさせていただければなと思います。外出するお時間がお決まりでしたら教えていただいてもよろしいですか。は決まってないです。あ、そうですか、はい、では私もしよろしければお昼行かれる時間帯っていつ。お昼は通ってないです。お昼お召し上がりにならないですか。はい、通ってないです。そうなんですね、はい、夕食はいかがでしょうか。すごいな、メンタル強いですね。強いですね。そろそろ良くないですか。まあそうですね、もうすごいですよ、OK です、はい、なかなかすごいです。本当に今日優しいですよ。もう彼女のいいところを出そうともう本当にあの手この手でやってくださって、ただちょっとまた言っていいですか、はい、さっきなんかちょっと論破した感じで普通ですって終わってはいたと思うんですけど、普通ですはいらないですよ正直。はい、ちょっと少し補足すると、はい、普通がどこにメリットあるのかをちゃんと説明していただければいいんですけど、はい、普通で来ましたっていうのはいや意味がわからないです。この場に来たっていうのは、はい、何もこれ解決してなくて、はい、別に採用媒体だったりだとか、はい、エージェントでいいって話になってしまうので、ここに来た理由を言うときに、はい、普通での人ですっていうのは、はい、アピールでも何でもないですし、はい、でここにまた年齢が出てきてしまうというと45歳であれば、はい、そこもわかるでしょうって思ってしまうところです。おっしゃる通りだと思います。で実際のところこの他の正社員でご自身で応募とかされたりは全くされてないんですか。してないです現時点では。はい、相当好きなんですね人材版が。好きです。そうですよね、はい、相当好きだから来たんですよ、うん、ただね普通な人も欲しい会社ありますからね。そう思って応募いたします。はい、普通な人も、うん、なんかね個性的な人ばっかり集まるとろくな会社にならない組織にならないですよ本当に普通がおそらくゆうさんがおっしゃる普通と違うんですよ、はい、あ、いや多分そう、多分普通ってなんかそのまま受け取ってません。普通って井口さんの言う普通ってちゃんと働くはベースであった上で、その中でもやっぱその人の特色だったりだとか、はい、いらないです、いらないです。特色出してほしくないんです。逆に特色出しちゃうと組織がまとまらないから。でも井口さんの会社は普通じゃないんで普通の人が活躍できる変な会社なんで。いやいや、それが普通の組織だと思います。特色ある人とない人っていう、まあ、命令を聞いてくれる人と命令する人っていうのが分かれて組織っていうのは成り立つんで、はい、下の人までみんな特色出されちゃったら組織ってまとまらないんですよ。命令する人が命令して実務を淡々とこなしてくれる人がいて、それで組織ってまとまるんですけど、ただ坂井さんがおっしゃりたいのはここの場に出てくるんだったらっていう。そうです、そうです、うん、ただここの場に出てきた理由はファンだからなんですよだからそれで結構私はスッと来てるんですよ。このだからファンだから来たっていう、そういうことですよね。で普通であればこれまた玉木さんの弱みになってしまう部分が、本当に媒体で採用する人と同じレベルになってしまうので、ここで話してもただ同列に並んでしまうんですよ。ここに出られたメリットっていうのはここで話せることだったりするので、うん、はい、その段階で普通って言ってしまうのはやっぱどうしても理解ができないというか、ちょっとずれてしまう、趣旨とずれてしまう、この番組の趣旨ともずれてしまうとは思う。ただこの番組の趣旨は主催が決めたりだとか司会の方が決める方なんでわからないですけども、まあ給与の面も含めての。株式会社 CBT ソリューションズ代表野口浩二、さまざまな資格検定を受験できる CBT サービスで全国制覇、その数360拠点、シェア率は驚異の 80% 超え、100人で年商100億円目前、1人が1億円稼ぐ驚異のモンスター企業を作り上げる、業界を IT で牽引する革命児、教育の虎がその目で志願者の実力を見抜く。給与の面も含めてのトータルの話になるのかなと思っていて、うん、ね、まあ、実は22歳の普通と45歳の普通ってあるじゃないですか、はい、正直僕は45歳の普通はもっと上だと思います、はい、低いですレベル。ただ求めてる給与がちょっと正直新卒の給与ぐらいの、うんうん、まあ、はい、ものなんで、新卒雇うって考えたらあれですよ、まあ、これぐらいの経験を持っている方が雇えることが、うん、いやでも私はこれを書くっていう時点も27で書いてもいいんですけど、はい、ただこの番組っていうのはそれだけどもこの人ならもっと出したいっていうようなスタンスだと思ってるんですね、ここの番組は。まあ、それも含めてこういう人材なんだというところで皆さんがどう評価するのかというところなのかなと思うんです、はい、ただここまでが、僕はやっぱり全てが緊張してますって覆い尽くされて、本当にその、まあ、普通なのかちょっと普通に足りてないぐらいなのかわからないけれども、はい、ご自身が言っていることが本当にそれぞれの虎の社長の下で働いた時に発揮されるのかっていう確証がやっぱりちょっとその今のロプレも緊張しすぎてて声にも張りもなかったし、はい、なんかこうお話聞いてみようかなって正直僕は思えなかったですし、はい、それもなんか緊張だからなのかなって。そろそろもう50分経つんで、はい、
ここまで緊張でっていう言葉で隠されちゃうと、いやいやどう使えるのかなっておそらく皆さん不安に思っちゃうんじゃないかな。そろそろ玉木さんの進化っていうのが一旦でも見えるタイミングが欲しいかなっていう気もするんですけど、そんなことも含めて、はい、ぼちぼち、はい、ラストステートメントいきましょうか。はい、今回はお時間いただきましてありがとうございました。活躍できる場があればぜひよろしくお願いいたします。以上です。はい、では壁の方をお向きください。新たなキャリア獲得への思いを伝える後半戦、虎たちが引き出す志願者の思い、その言葉を受け止めいかなる答えを導き出すのか、いざ迎えるファイナルジャッジメントタイム。人材版タイガーファンディング始まります。虎も志願者も募集してます。詳しくは概要欄から。それではファイナルジャッジメントタイムです。ただいまより最終決断に入ります。ではお向き直りください。では1枠目榊原社長からお願いいたします。はい、採用しないと出させていただきます。とまず前提として私の中では、まあ、議論に上がっていた普通の方っていうところは 今の段階だと弊社では取れないっていうところがあります。はい、でおそらくただ普通ではないっていう期待を込めて面談をさせていただいていたんですけども、はい、そこの部分がまだ見えなかった、あるかどうかは正直、はい、そもそも分からないといった段階です。はい、ですので今の段階で取るっていうジャッジはできないかなと思っています。はい、ありがとうございます。では2枠目山本社長お願いします。採用しないで、はい、まあ、お互いがウィンウィンになって初めてことをなすこともあるので、はい、ちょっとそこの未来が見えなかったので申し訳ございません。はい、はい、ありがとうございます。では3枠目野口社長お願いします。正直悩みました。はい、はい、うちの採用基準っていう考え方でいうと、はい、当然基準に達してないです。はい、ただ条件付きという形で採用するとさせてもらいます。はい、条件付きというのは正直働いてみないと、はい、なんとなくですけど、はい、役に立つのか分かんない、はい、なんでちょっとインターンという形で数ヶ月、はい、同じ条件でいいので、はい、働いてみてちょっとお互いに一緒にやれそうかっていうのを少し見させてください。はい、その上でよろしければ、はい、ちなみに、職種としては何職種かあるんですけど、はい、まあ、うちでいうとコールセンターみたいなのもありますし、はい、ちょっと店舗でのスタッフみたいなのもありますので、はい、だからちょっとその辺の中からやれるっていうものがあれば、はい、という形でお話をしておきます。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。大丈夫としたら一旦今のこのインターンでという条件付きは OK です。はい、大丈夫です。はい、では4枠目井口社長お願いします。はい、採用しない。惜しい。めちゃめちゃ惜しかったですね。もうめちゃめちゃ悩みましたけど、やっぱり野口さんの質問に対して、はい、この中で採用好きなトラか、まあ、行きたいトラいるかって言ったのに嫌いなトラを行かないトラを行ったっていうその QA がずれちゃうと、はい、仕事上これやってくださいって言ってるのに違う答えが来ちゃうんで、やっぱ QA がずれるっていうのが普通じゃない。はい、惜しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では5枠目谷本社長お願いします。いや本当にまずは人材版たくさん見ていただいてありがとうございます。で最後に僕ね言おうと思ってたコメントが、はい、何でしょう今日は井口さんと気が合う全く同じ形で本当に QA がずれていたので、はい、本当に迷ったんですけども私は採用しないです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけでじゃあ野口さんから、採用のオファー出ましたがインターンでという条件付きですが、はい、いかがでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。では拍手の方。相思相愛ですね。頑張りましょう。よろしくお願いいたします。はい、玉木さんというわけでリクルーティング成功ということになりましたが、はい、今日実際お出になってみて感想いかがでしょうか。本物で
びっくりしました。すいません。素直な。素直ですね。そうですね。まあなんか欲を言えばね、もうちょっとこの1時間の間で緊張が早めにほぐれて、もっともっと玉木さんのお人柄、なんか素の姿というのが伝わるともっと良かったかなと思いますが、まあこれからじっくり野口さんとねお仕事していく中で、どんな方かっていうのが伝わっていけばいいのかなというふうに思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。派遣社員から正社員へ新たなキャリア獲得を目指す挑戦、その結果は最終決断で野口が動き、条件付きという形でリクルーティングが成立。虎たちとの議論に苦戦を強いられた後半戦、思いを伝え続け新しい未来への切符をつかみ取った。志願者の背中を見届け虎たちは次なる挑戦者を待つ。